はい、皆さんこんにちは。1月15日日曜日でございますけれどもね、今日もアバンシーカルフォルニア州アメリカからお送りいたします。どうぞお付き合いくださいませ。さて皆さん、大谷さんは無事にアメリカにいらっしゃいましたね。なんかさよならジャパン、それからウェルカムアメリカじゃないんですけど、まあそのような飛行機の中でいろんなあれしていただいて、それでですね、今日はやっぱりね、今日のテーマっていうんじゃないんだけど、どっちかっていうとね、あの人とちょっと対戦してみたいとか、この人と対戦してみたいっていうのがあって、大谷さんと、まあアメリカでも日本でもそうなんですけど、大谷さんはぜひね、チームメイトのトラウトと一緒にね、対キスしてほしいというね。まあ日本の皆さんもそう思ってるし、もちろん私も思ってる、日本のアメリカのファンもそう思ってるし、そしてアメリカの監督のアメリカの監督もそう思ってる。だからそれ本当にできるのかどうかということなんですけど、まあまずそれですね。それから藤浪さんもね、やはりね、まあ同じ西地区なので、なんかね、その肩を背中を借りるつもりでやりますって言って、それが非常に楽しみだそうですよ。だからどうやってあれこれがつながるかですよね。途中で出てきたら大谷さんはまあ打てるから大丈夫ですけど、ただし彼はピッチングしてなかったら大谷さんはどうなるのかって、まあその辺がね、わかりませんが、それからね、このチームの中でですね、まあ強力なチームがどんなチームがあるということかね、それからですね、MLBのインサイダーの話とか、まあエンジェルスの状況の原因はどこにあるのか、まあクローザーがこの2人がやるのかなという感じで、こちらですね、ジミー・ハゲとカルロス・エステベスという内容の話を今日出します。それからもちろん皆様知ってると思うんですけど、やはりね、このこれですね、かつこの侍ジャパンのですね、ロスターっていうかメンバー表、日本語でね、英語では、まあラインナップですね。このラインナップはどのようになるのかっていろんなの方が出てきてるんで、まあそれからその前からこれちょっといきましょうかね。はい、大谷さんとマーク・トラウトのですね、対決を見たいということでいきましょう。はい、どうぞ。では WBC での大谷 VS トラウトを米メディアが熱望、敵将も夢の対決実現に期待、野球を愛する全ての人の楽しみ。3月8日の開幕まで2ヶ月を切った第5回ワールドベースボールクラシック WBC 期の出場選手が各国で続々と発表されている。日本代表は今月6日に大谷翔平やダルビッシュ有、鈴木誠也ら12名が決定しているほか、残りの18名の名も一部報道で伝えられ、侍ジャパンの全容が明らかとなりつつある。他国ではアメリカが主将のマイク・トラウトをはじめとする MLB のスタープレイヤーが多数出場の意思を表明するなど、優勝候補筆頭としてふさわしい名前がずらり。またドミニカ共和国やメキシコなど大国もメンバーの大半が決定しており、アジアのライバルである韓国はすでに出場する30名全員を発表している。すごいね。過去4大会とは比較にならないほど豪華な顔ぶれが出揃う今回、試合結果や優勝の行方はもちろん、普段では見られないスター選手同士による夢の対決も大きな見どころだ。とりわけロサンゼルスエンジェルスのチームメイトである大谷翔平とマイク・トラウトの対戦には海外メディアも関心の高さを示している、うん、米スポーツサイトエスンシャリースポーツは現地時間1月14日の同サイト上で WBC の特集記事を掲載。その中で翔平大谷の出場により大会はさらに盛り上がりを見せ、ラエンゼルスのチームメイトであるマイク・トラウト選手との対決が期待されていると綴っている、うん、まず同メディアはトラウトと大谷という野球界で最も輝く2人のスターの対決は間違いなく大会のハイライトの一つとなり、野球を愛する全ての人にとっての楽しみとなるだろうと記し、世界中のファンからの注目を集めると予想している、うん、
また同メディアは1998年から2013年まで16シーズンにわたってメジャー8球団でプレーし、今大会でアメリカチームの監督を務めるマーク・デローサのコメントも紹介、うん、大谷とトラウトの対戦について私も見られることを願っていると語ったと報じているアメリカの代表メンバーでは過去に NPB でプレー経験を持つニック・マルティネスやマイルズ・マイコラスも名乗りを上げており、大会出場が有力視されている。さらに日系人アメリカ人であるラーズ・ヌートバーは日本代表選出確定との見込みだ、うん、大谷 VS トラウトをはじめ日米野球ファンにとって馴染み深い選手による対戦にも期待は膨らむ、うん、日本とアメリカは順当に勝ち進めば今大会も決勝ラウンドでの対戦となる。果たして緊張の舞台で夢の対決は実現するのだろうか。なんかね、実現してほしいものでございましたね。そして大谷さんが101マイルでね、三振ということも見たいものでございますけどね。いや、素晴らしいものでございます。はい、これを話しましたね。勝つ、必ず侍ジャパンは勝つという勝つを入れてるんですけどね、大谷さんは。この手がね、勝つと右側のところがね、というふうになっております。そしてね、今ね、いろんなところにね、すごい面白いの出てるんですけどね、左ですね、これレフト、中、これはセンターですね、すごいね、右、鈴木誠也さんがもう右、吉田さんは左、真ん中がヌートバーと、あと、まあ、こちらですね、それから、この、ショートね、源田さんかな、中野さんと、それから、二塁山田さん、中野さん。それからね、まあ、これね、あと、三塁は村上をとかですね、まあ、ここいろんな人習ってますな。で、キャッチャーはこういう方がいます。で、一塁は山川さん、岡本さんとか、まあ、この辺あってね、大谷さんは、大谷さんだけがね、DH かと思ったら違ったんですね。山川さんという方もいらっしゃるの。吉田さんも、3人が DH ということになってるようでございます。で、これはあれですよね。それでね、これも見てください、皆さん。これはまたね、それぞれのね、チームの名前も入って、これ、センター、ラス・ヌートバー、カージナルス。例えばね、大谷翔平はエンジェルスとか、まあ、こういうね、鈴木さん。あ、ここはね、一人ずつだけですよね。何にもずっと入れてないみたいですね、鈴木さん。これ DNA の人と、それから村上、ヤクルトね、巨人の方もいらっしゃる。それからここはレッドソックスですね、吉田さん。まあということで、ね、まあ非常にね、素晴らしいですけど、これを見るとね、また違うんですよね。センターがこの江本さんかな、はい、江本さん。だからこのようにね、どんどん変わっているんでございます。これがまた3、またセンターが変わる。まあ、大谷さんはね、変わってないんですよ。ずっとね、大谷翔平ですね。はい、これもそうなんですけどね。まあ、ということで、まあ、いろんな種類のですね、皆さんが、こういうふうにしたらどうですか、いうふうにしたらか。最終的には、まあ、栗山監督が言うんですけど、私もね、こうやって出させていただいておりましてね。一つは私も合ってるみたいですよね、ここにね。ラース・ヌートバーが、まあ、センター、フィールド。そして、近藤さんが、こちらがレフトですね。近藤さん、遠藤さん。こちら、近藤 K ですね。こちらはレフト。で、DH が、ショヘイ・オオタニ、ナンバー、それから4番。4番がですね、村上宗隆。宗隆ですね。村上さんが4番バッターでございます。三塁を守るということですね。で、5番がですね、ライトで、鈴木誠也さん。で、6番は、セカンドフィールドで、山田哲夫さんですね。こちらは、スワローズ。そして、牧秀悟さんがですね、7番で、一塁守るということで、こちらはキャッチャーでございまして、森友哉さんがキャッチャーですね。そして、ショートストープが、源田壮介さん。で、ピッチャーは大谷翔平に私はしてるんですけど、まあ、実際にはわかりませんが、という感じでね、みんな頑張ってるようでございます。それでですね、まあ、これ流れでいくとですね、
まあこれも皆さんにお見せしましたけどね、新しい課題も入ったらどん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 書いていきたいと思っておりますけどね。ということで、ようこそ藤波慎太郎さんというふうになっておりますけどね。藤波さんはやっぱりね、楽しみなのは大谷さんとの相手のあれが楽しみ。はい、どうぞ行きましょう。藤波慎太郎、アスレチックス初激白エンゼルス大谷翔平との対決、うん、遥か遠い次元だけど、うん、楽しみ。阪神からポスティング制度でメジャー挑戦を目指していた藤波慎太郎投手28がアスレチックスと1年契約で合意したことが米国時間13日、日本時間14日、両球団から発表された。同17日、同18日分に現地で入団会見が開かれる。アグン本拠地があるカリフォルニア州オークランドに滞在中の藤波は移籍決定を受け、日刊スポーツに心境を激白。同学年のエンゼルス大谷翔平投手28とのガチンコ対決を待ちわびた。藤波はアスレチックス移籍決定を受け、早速夢対決へ感情を高ぶらせた。同じアリーグ西地区にはエンゼルスも所属する。高校時代のライバル大谷とは、早ければ米国時間3月30日からの開幕3連戦中に対決する可能性がある。遥か遠い次元に行ってしまった同級生だけど、対決の可能性があることを嬉しく思います。楽しみです。もう甲子園遥か連覇を達成した大阪桐蔭エースと花巻東エースの関係ではない。大谷はメジャーでも二刀流の先駆者となり、21年にア・リーグ MVP を満票受賞したスーパースター。純粋に胸を借りるつもりだ。あ、胸を借りるね。現地時間の前日12日、契約へ最後の障壁だったメディカルチェックを無事クリア。おこの日、アグンの公式ツイッターがユニフォーム姿の写真に、藤波慎太郎投手、アスレチックスにようこそと日本語の歓迎メッセージを添えて入団を伝えた。素直に嬉しく思います。チャンスを与えてくれたアスレチックスとオークランド、携わってくださった皆さんに感謝したい。1年契約で年俸325万ドル、約4億3900万円。100万ドル、約1億3500万円の出来高払いもつく。背番号は尊敬するパドレスダルビッシュの代名詞、11が最有力。なるほど。昨季3勝右腕の破格待遇には結果で恩返しする。通算9度のワールドシリーズ制覇を誇るアグンといえば、ビリー・ビーン GM、現オーナー付きシニアアドバイザー60らがデータ野球を実践する姿を描いた書籍、マネーボールでも知られる。藤波は映画版をアメリカ行きの飛行機で見ましたと明かし、歴史と伝統のある球団という印象ですかね、と予習もバッチリだ。先発のチャンスがあると聞いています。その気でスプリングトレーニングに取り組みたいし、アピールしていきたい。バッテリー組のアリゾナキャンプインは現地時間の2月15日。今後の野球人生を左右する先発ローテ争いへ、197センチ、98キロがモチベーションの塊と化している。藤波頑張れって感じでございます。まあ日本から来る方はね、初めだやっぱり何かと、やっぱり国が違うし、食べ物も違うし、人、言葉も違うからね、まあ最初は大変でしょうけど、ぜひ頑張ってもらいたいなと思っております。それからですね、まああれですね、看板にようこそ藤波っていうのも嬉しいものでございます。それから大谷さんとの対決もね、楽しみということでございます。で、15日間しかないということなんですね。今日は15日でしょ？あとほら、15日間だから、もうみんなアメリカに来ても準備して、やっぱりいろいろトレーニングされてると思うんですけどね。頑張ってもらいたい。はい、ということで、続きましてこちらでございます。各チームに一つのね、まあ強力な人がいるということで、要するにね、この30チームありますよね。1、2、3、4、5、6。6×5 はもう30っていうこと、30チームがありますよね。で、この30チームの中で、どのチームが誰を取ったかっていうことがあるんですけども、私は日本人だけがどこが取ったか、もちろん大谷さんも入ってるわけだから、だから一番最初はこの方をちょっと、まあ、簡単にちょこちょこっとご紹介していきますよ。まずはね、7番、
これはどなたでしょうか。もう覚えてもラッキーセブンですよね。はい、どうぞ。各チームに一つの魅力的な獲得。魅力的な。公開市場にはまだ少数のプレイヤーがいますが、カルロス・コレアが最終的に正式に署名した今、全体として主要な動きのほとんどが行われました。どのチームも少なくとも何かを追加しています。何かを追加。この新しい年への進出を開始し、あと1ヶ月でスプリングトレーニングだけが喘ぎ。各チームの最も興味をそそるオフシーズンの獲得を見てみましょう。で、その中で吉田さんがね、こちらでございますからね。はい、これは話した。各チームと囲いましょう。はい、これは話したんだっけ。ちょっと行きましょうかね。はい、各チームに一つの魅力的な獲得。はい、はい、はい。公開市場にはまだ少数のプレイヤーがいますが、カルロス・コレアが最終的に。あ、これ終わったね。じゃあ、これをちょっと話さなかったのかな。同じかな。これを同じように開いちゃった。各チームに一つの魅力的な獲得。あ、これはね、まあ、とにかく吉田さんが、あ、まあ、こちらに入られたということで。続きまして、ブランダン・ドゥーリーさん。はい、行きましょう。はい、エンゼルス、INF ブランダン・ドルリ。ドルリーは、昨年しばらくの間、こっそりと野球界で最高のストーリーの一つであり、間違いなく彼のキャリアのピークに達しています。相変わらずピッチングが課題ですが、みんな健康でいて、このラインナップは怖いかもしれません。うん。まあ、そうなるといいですけどね。これ、ね、ラインナップが怖かったらエンジェルスから出られませんじゃないですか、大谷さん。いつも私は大谷さんが出ていくだろう。大谷さんが残るだろうになっちゃうのかな。はい、続きまして、この方でございます。Welcome to New York! 古代千賀。まあ、行きましょう。はい、どうぞ。Hello?メッツ、はい、RHP、古代戦が、はい、右利きピッチャー、ライトハンド。それが起こっていたのはコレアだったかもしれませんが、うん、ご存知の通りです。とはいえ、開幕日に34歳未満になるメッツのローテーションの一人のメンバーに注目することは良い考えかもしれません。うん、ということでございます。さすがっていきましたけど、まあ、それぞれのね、3人、あとはまあ、いろんな方、違う方もいらっしゃるんだけど、エンジェルスとね、吉田さんと、それからこのエンジェルスですね。それからこの高台千賀さん、ご紹介いたしましたね。はい、続きまして、この方もそうなんですよね。この噂っていうのはね、よくわかんないんですけど、まあ行きましょうかね。キャッチャーを入れてどうするのかというか、ね。エンジェルスの噂、MLB インサイダーはエンジェルスが市場獲得に関与していると語る。これがわかんないんだよね。ロサンゼルスエンジェルスは、このオフシーズンの初めにウィルソン・コントレラスの検証に参加し、セントルイス・カージナルスと契約する前はファイナリストの一人でした。え、そうなんだ。彼らがコントレラスにどれだけ真剣だったかは不明だが、彼らがファイナリストとみなされたという事実は、少なくとも彼にいくらか競争力のあるオファーを与えたことを示している。コントレラスの噂は、エンゼルスがトレード期限にローガンをホッペとトレードしたばかりで、マックス・スタッシが延長にあったため、少し驚くべきものでした。エンゼルスはコントレラスを逃し、他のキャッチャーとの関係についてはあまり聞いたことがありません。MLB ネットワークのジョン・モロ氏は、エンジェルスは別のキャッチャーを探しているチームになる可能性があると言います。MLB 契約で別のキャッチャーに署名することは、ラ・エンゼルスにとって逆効果です。エンゼルスの名簿にはマックス・スタッシがいて、彼はスターターまたはバックアップのいずれかになります。エンゼルスにはマット・タイスもいるが、彼には選択肢がない。エンジェルスが彼を掴んでベンチスポットを与えることを選択した場合、それは別のキャッチャーです。もちろん、ローガン・オホッペも翼で待っています。オホッペが開幕戦のロスターに入るかどうかは、彼が春季トレーニングでどのように活躍するかにかかっていると思います。打撃が良く、有能なディフェンダーであれば、彼はチームを作るでしょう。もう少し味付けが必要だと彼らが考えるなら、彼はトリプル A に行くでしょう、うん。エンゼルスは彼がシーズン最後の5試合に招集されるのに十分な選手だと考えていたので、彼らが彼をどうするかを見るのは興味深いだろう。うん、オホッペが開幕日に準備ができているかどうかに関係なく、エンゼルスは MLB 契約に別のキャッチャーに署名するべきではありません。
そうだよね。それについての唯一の可能な説明は、おほっぺがトリプル A でフルシーズンを必要としていると彼らが考えた場合です。彼がソルトレイクでフルシーズンを過ごす必要がないことは誰もが知っていると思います。MLB の契約で別のキャッチャーを連れてこないもう一つの理由は、単に良い選択肢がないという事実です。ゲイリー・サンチェスは何年も前に有望なキャッチャーだったが、守備に苦労しており、昨シーズンはかなり改善されたが、バットも特別なものではない。サンチェスは打率205、打率282、打率点377で16本塁打と61打点を記録した。彼は攻撃的にスタッシとタイスよりもアップグレードされていますか？その答えが明確であるかどうかさえ、私には本当にわかりません。コントリアの場合、生産量が大幅に増加し、最悪の状態からオールスターレベルにまで上昇します。スタッシからサンチェスに行くと、悪い状態から少し悪くなった状態になりますか？私は今でもスタッシと彼の手袋を持って、今残っているフリーエージェントを倒します。エンジェルスがサンチェスと結ばない場合、彼らは誰を望んでいますか？ホルヘ・アルファロ？ロベルト・ペレス？ここでのオプションは特筆すべきものではありません。マット・セイスにもう一回試してもらいたいです。大ほっぺをダウンさせ続ける場合は、正当なアップグレードがあるため、それを行ってください。それをするためだけにそれをしないでください。ということで、エンジェルスの噂って言ってもあんまり良くない噂だね、これはね。キャッチャーは、まあね、すごいいいキャッチャーで、2割ちょっとしか打てないから、もうちょっと打ってもらわないと、やっぱりね、勝てないので、だから同じお金使うにしても、やっぱりね、お手入れとちょっと欲しいですよね。はい、続きまして、この方2人、ジミー・ハーゲズとカルロス・エステベス。この2人がね、しっかりね、順番に、そうですね、最後の特にクローザーになれるかどうかということですね。エンゼルスのブルペンの状態は、依然として懸念の原因となっています。今のところ、エンゼルスのブルペンはほぼセットです。ジミー・ハーゲットはどこからともなく素晴らしいシーズンを終えようとしている。彼はバックエンドの男になるだろう。新しい署名者であるカルロス・エステベスが彼に加わり、開幕日のクローザーとして私が選ぶだろう。ハーゲットとエスティーベスはどちらも良いシーズンを迎えていますが、成功の実績は長くありません。エステベス、私は彼のものと彼の道路統計を信じています。クワーズフィールドはこの右利きに決して親切ではありませんでした。彼は新しい環境で活躍するはずです。ハーゲットに関しては、私は確信が持てません。覚えておいてください、はい、彼はチームで最高のリリーフ選手になり、9月にゲームを保存する前にマイナーリーグの契約に持ち込まれました。彼は良いかもしれないし、私は彼が良いと期待している、実績のない彼に頼るのは難しいです。アーロン・ループとライアン・テペラはエンゼルスのブルペンで重要な役割を担うために連れてこられました。どちらの投手もひどい投手ではありませんでしたが、2021年の投手からかなり後退しました。どちらも年をとっているので、2022年よりも優れているとは想像しがたいです。試合終盤に投球してほしくない。アンドリュー・ワンツ、戸籍肌、ハイメバリアのような選手は、堅実なシーズンを迎えていますが、ハーゲットのように、実績はあまりありません。キジャダには大きな制御上の問題があり、バリアの高度な数値は交代が進行中であることを示唆しています。エンゼルスのブルペンは2022年に平均をわずかに下回りました。ドットエラで18位、ホイップで11位、計9で25位にランクされました。これらの数値はエステベスの追加で改善されるはずですが、彼が十分ではないことを懸念しています。マイケル・フルマーやアンドリュー・チェーフィンのようなフリーエージェントは、エンゼルスがサインを試みるために引き続き利用可能です。それらの人が高すぎて、別のベテランと契約している場合、おそらくザック・ブリットンでさえりにかなっています。エンゼルスは、
このブルペンが彼らが行きたい場所に十分であると私に信じさせるためにもう一つの腕を必要としています。うん、まあこの2人がねクローザーでしっかりやってくれればピッチャーは1人ちょっとあの足りないんですけど、ジミー・カーケットはね中杉もあのセットマンにもできるからね、まああのカルロス・エステベスはなんかすごい強く投げるらしいんで、これはやっぱりクローザーに向いてると思うんですけど、実際にゲームではねどういうことなのかね、それも見てみたいと思っております。ということで、続きましては今日も皆様からのお便りの時間がやってまいりました。いつもありがとうございます。早速参りましょう。 Ladies and gentlemen, No Brain No Gain という方からいただいております。 No Brain No Gain さんはね、なんかあのエンジェルスのね1年間のあの持ってるパスを持ってるらしいんですけど、ね、ノーブレインのガインさん、はい、コメントありがとうございます。ありがとうございます。ドジャーズで決まりでしょう。うん、戦力的金銭的にも大損してもトレバーバウアー投手をクビにしたのはドジャーズの本気を見せていますよね。お、今年エンジェルズスタジアムのシーズンチケットズ年間指定席を買ったから、ドジャーズファンの東方としては大谷翔平選手には移籍するなら FA で移籍してほしいですね。おトレードで移籍なら9月10月分の券が無駄になっちゃいますからね。ドジャーズファンの東方としては大谷翔平選手のドジャーズ移籍には確信があるのですが、こればかりはね、どうなることやら。いやーすごいね、今のはもう私好きだね。やっぱりノーブレインノーゲインのね、あのそうか、無駄になってしまう。うん、ただし大谷さんがですね、やっぱり彼の将来かかってるので、その辺はちょっとご理解していただきたいんですけどね。というのはね、こればかりはね何とも言えないの。あのエンジェルスがあのプレーオフに入るかどうか、入らなければ出ていくでしょう。入った場合は出ていかない、それだけなんですけどね。まあ出ていかないけれども、最終的には私はあのプレーオフ、あのあれしますって、もし私はもう入りませんっていう、あのプレーオフ、あのやっぱりそれ前に契約書とかお金がいっぱい言われるから、いや俺はちょっと行かないということになれば、あの FA のマーケットをチェックしたいということになればですね、結局は彼たちはその早めに出すわけですよ。そうじゃないと人いっぱいもらえないから、だからその辺がねちょっと難しいですね。ノーブレインのゲンさん、ありがとうございました。ズカどうぞ。ズカドンドンドン、よろしくお願いします。ズガドン総帥さん、コメントありがとうございます。Thank you。 こんばんは、マシューマコの日です。スマイルマーク、マシューマコの、なんちゃって。んジョディ・フォスターの主演の映画ザ・コンタクトに出演してる牧師さん役の映画俳優です。これは仲間同士などがする日本の挨拶の口ギャグですね。スマイルマーク、そうなんだ。昨日の玉茶先輩の玉木子、ヒロシさんはドルフィンさんが日本にいた時の芸能界で有名な司会者でしたよ。え、本当に？声が印象的な名司会者でしたね。え、そうなんだ。ドルフィンさんも今度、友達の知り合いの誰かに行ってみてくださいよ。はい。こんにちは。シルベスター・スタローンですって、スマイルマーク。また違う世界が見えてくるはずです。スマイルマーク、キャハハ。こんにちは。ひきめりおです。なんてね。日本にいた時にひきめりおによく言われて、似てますねって言われて。で、僕はね、日本にいた時に、あなたたちの、外国みたいな顔してるけど、どこの人ですかって言ったらね、やっぱり僕もね、長い間日本にいたから覚えましてね、いや、私は沖縄ですって言ったら、あ、いや、そうですか。日本語ペラペラ喋るから沖縄です。いや、やっぱり漢字をね、できるかどうか、やる調べませんからね。まあそういうのでジョークいろいろいっぱい飲みながらちょっと話してましたね。それからね、やっぱり踊りですね。やっぱいろいろやってましたけどね。尾崎教育にも似てるとか言われて。ちょっと古いかな、親父ギャグでございましたけどね。はい、ということで、ズカドンさん、いつもありがとうございます。続きまして、この方、ノーブレインネオゲン。なんか、私どもの方にも雨降ってるけどね、彼はロングビーチ。いやじゃな、すごいじゃない。ロングビーチだったら大谷さんがドジャースにいたら近いじゃないですか。僕に遠くなりますよ。僕なんかもうすぐそこから15分で行けちゃうんですよね、エンジェルステディアム。まあでも僕行かないから、ノーブリングレインさんは日本の方にも皆さんに
ぜひ動画をね、送ってくださいねって言い出したときに、ノーブレインエンゲンさんもぜひ動画をね、撮られたら私に送っていただければこちらで紹介させていただきますので、ぜひご協力お願いします。だから動画はどっかに入れて私にリンクしてくれればそこに撮りに行くということなんでしょうかね。まあその辺はちょっとまた考えたいと思いますかね。考え中。はい。ノーブレインエンゲンさん、じゃあお願いします。どうぞ。ノーブレイン、ノーゲイン。コメントありがとうございます。ありがとうございます。ロングビーチも雨です。おう。寒いですね。寒いよね。家の暖房システムが壊れて、知り合いにスーパーディスカウントしてもらって、全取り替えで12,000ドルです。他のアメリカの業者の見積もりは18,000ドルだったですよ。6,000ドルですか。まだ工事中です。おう。WBC の大谷ルール採用ってこれを採用されて適用されて恩恵を受けるのは大谷翔平選手と日本代表だけだから日本チームには追い風ですよ。そうですね。ぜひこの優位性を生かして優勝してほしいですね。はい。しかし、はい、大谷翔平選手はすごいびっくりマーク野球のこれまでの歴史を塗り替えちゃっているのだから、そうです。ニャー女子の発見実用化できればノーベル賞でしょう。これまた、すごいびっくりマーク。ああ、皆さんね。しかしね、どこにもね、どこの国かっていうのは書いてなかったんですね。またちょっとチェックして。でもね、中国なのか、ベトナムなのか、まあ、中国系の名前かベトナムか、あの辺の名前ですよね。なんか頭良さそうな子でございまして。でもね、誤り、ハッピー誤りって言われて。間違って救ってしまいましたっていうことで、まあ、彼女がやったっていうことでございますんでね。どうもどうも。No brain, no gain さん、今後ともよろしくお願いします。続きまして、Ladies and Gentlemen, マナブアライさんの登場でございます。はい、どうぞ、お願いします。マナブアライさん、コメントありがとうございます。ありがとうございます。野球以外の情報もありがとうございます。いいえ。この素晴らしい技術を、中国に流出しないようにしましょう。日本も新幹線の技術を取られ、今や鉄道輸出で中国と争っているのですから。すごい。そりゃ他国の技術を取っていれば研究開発費がかからず安くできるでしょう。台湾の半導体大手 TSMC が日本の熊本に工場を建設して、アップルの CEO ティム・クックが昨年末視察に来たなんてニュースも出ていました。今年は自由主義連合の連携が加速化して、脱中国が進みそうですね。うん。やっぱりね、アメリカはね、トランプ氏の時には、中国をね、すごいもう、敬遠しててよかったんですけど、今、バイデンはもう中国からお金もらってて、いろんなところがお金もらってても、全然もうほら、明らかになってないの、やっとちょっと捕まってきたような気がするんだけども、まあでもね、中国はね、頭いいんだわ。どん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 前に行ってるのよね。だから、まあ、どうなるかわかりませんが、とにかく喧嘩せずにみんな3人プラスになるようなことであればいいんですけど、そうじゃないとちょっと心配だね。はい、私も反対でございますね。それは。しかし、あれだね。彼女の選んだものはですね、あれは結構アメリカの方も、あれも大学もいろいろみんなかかってるから、ただしね、頭いいのよ。このね、なんか、あそこになんかこう、ほら、話したじゃないですか。データをパッと持って、こう、パッとすぐ作れちゃうと思いますよ。だからね、バッテリーとか、ね、低い技術のも全部作れちゃうんですよね、アメリカはね。中国はね。はい、ということでございまして、皆様お待たせしました。タマチャビンさん。タマというと、多分、犬。で、チャビンは、猫でございます。で、ここ新しい方ね、ドン・クサオさん、ゴーさん。ゴーさんもね、なんか犬をね、こう見えてるんですけど、ということは今、うちには3人いるんですね。やっぱり動物愛好者がね。ということで、タマチャビンさんから行きましょう。では、どうぞ！タマチャビンさん、コメントありがとうございます。ありがとうございます。東京も今日も雨。そうなんだ。司会の玉木子、ヒロシ君氏は1967年からネット、現テレビ朝日、象印スターものまね大合戦を10年。お務める。あ、そうなの？冒頭の挨拶、1週間のご無沙汰でした。はい。玉木浩でございます。おと登場、当時流行語大賞にもなった。
なので引用した。あ、そう。私の名前は秘密。おー、かっこいい。会計士協会では司会、育成では指導もしますが、玉置浩、博士さんはプロの司会者の方。お昨年の10月からの東京の寒さは異常。毎年10月は30摂氏はあり、エアコンをつけていたが、なんと11摂氏しかない日々が続いた。金沢に住んでる友人も今までにない大雪の除雪作業で大変だという。翔平も10月に帰国したが、かつてない寒さにびっくりだと思う。なるほど。YouTube って本当に良いと思う。うん、本来ならば大谷ロスだが、昨季の動画を保存してあるので、いつでも見ることができる。インスタグラムで翔平がアップした機内食、うん、本当に美味しそう、うん。フォロワーから女の子の写真のようだとのコメントもあった。怪しい。翔平があんなことするのかな？インスタで見たことない。本当は、ガールフレンドが撮影。グレート・マクナミ、2本目、森野由美子。3、両親とも日本人。父親は商社マンで日本とアメリカを行き来、日本では神奈川県に住んでいた。そうなんだ。1972年、ロサンゼルス生まれ。大のドジャースファン、カリフォルニア大アーバイン校に在学中だった1995年、野茂英雄氏のドジャース入団を機にドジャース入りを切望し、ドジャースでは4年間働いた。野茂が移籍し、その後は球界から離れていたが、大谷翔平が入団した年、エンゼルスに直接電話をかけ、猛アピールの末エンゼルスの広報部に入り、大谷。ちょっと待って。私も、エンゼルスに、やっぱりいろんな人からですね、日本語できる人をあれ出してくださいって私も出したんですよ。しかし、今の話、直接電話してあれする。それ私しなかったね。一歩下がってましたね。やっぱ日本人らしいな、なんてね。いや、本当ですか？いや、だから私もらえなかったんですね。僕もやりたかったね、あれはね。まあいいや。とメディアの橋渡しに従事している。うん。ロサンゼルス生まれ。うん。夫と二女の母でもある。へえ、すごい。子供たちが成長し、いろいろな面で夫を支えてくれるので、うん、思う存分エンゼルスの広報としての仕事ができるとのこと。翔平を支えてくれる大切な存在。うん。野茂英雄さんが日本人大リーガーの先駆者なら、グレースさんは日本メディアを牽引する広報のパイオニアだ。だよね。グレースはうちの部署のロック、岩。彼女の仕事量は半端ないのに、誰もが寄りかかれる頼もしく揺るぎない存在。エンゼルスのアダム・チョズコ広報部長は、グレース・マクナミーさんについて聞くと一瞬にして顔を輝かせてそう言った。うん。好きこそものの上手なれ、野球の大ファンの彼女は12時間働くこともあるという。しかし、充実した日々であろう、うん。私は同じ女性として、彼女の生き方をいつも応援している。いやー、またすごいねー。たまちゃびんさん、うまくまとめてくれるからね。最高でございました。ということで、司会の、ひろしでございます。あれ、それじゃダメですね。たまこし、ひろし。いや、だけど、そうですか。いや、わかりました。ありがとうございます。それでは続きまして、この方、どんくさお、ごうさん。初めての方でございまして、お写真の方は、犬がいらっしゃるんですね。ごうさんの方も、私は、このチャンネルを登録させていただきましたので、僕のチャンネルもよろしくお願いします。それでは、ゴーさん行きましょう。レッツゴー！ドンクサオゴーさん。はい。コメントありがとうございます。ありがとうございます。あの暴走筋の仕上がり具合を見たら、一番の先頭打者ホームランは誰でも予想できる。2個。おお。これは面白いね。この、あの暴走って何でしょうかね。仕上がり具合。あ、大谷さんの仕上がりがすごいからホームラン打つんじゃないかということなのでしょうね。やっぱりここに大谷さんのあれだから。なるほど。もし次で、またこれもね、うち面白いですよね。皆さんがいろいろパズルを送ってくれるんで、またそのパズルをね、たまちゃびんさんがね、割っていろいろ教えていただくんで、感謝でございます。はい。ということで、ゴーさん、ありがとうございました。時間が大幅に増えておりますんで、今日は簡単に行きましょうかね。
はい、こちらでございます。大谷さん、まあ、ファンの方がですね、大谷さんとマイク・トラウトのですね、やっぱり対戦を見たいということでございまして、でこれはね毎回出したいと思っております。サムライジャパン、レッツゴーサムライジャパン、いいですね、かっこいいね、あもう大好きですね。でこれもいろんな皆様に見せいたしましたね、こういろんな方法ありましたね。で私のはこれでございます。はい、いろいろ変わりますけど、まあそれなりまた、そして藤波さんもぜひ大谷さんと対戦してみたいということでございます。楽しみですね。こちらは3人の方が、あまあ日本と、まああと外国の方なんですけど、吉田さんと、それからドゥルリーさんと、それから高台さん、千賀さん、はい、ということで、この方はキャッチャーが必要だったのかなという感じで、でクローザーはジミー・ハーゲットとカローさん、セベさんがやるということで、I'm sorry. ごめんなさい。うん、それから、エンジェルス、これじゃないんで、こちらですね。はい。ノーブレイン・ノーゲンさんも、お待ちしております。ぜひ、いらっしゃらですね、こう、いろいろ情報またお願いします。そしてズガドンさんもありがとうございます。そして、ノーブレイン・ノーゲンさん、again from Long Beach。ありがとうございました。そして、学ぶ・アライさん。ありがとうございます。そして、タマチャビンさん、ありがとうございます。司会のタマココじゃないんですよね。続きましては、ゴーさん、ね。ドンクサオ・ゴーさん。はい、ありがとうございました。で、今日はですね、大谷さんの、どこに行きましょうかね、やっぱり。ここですね、やっぱりね。あ、これですね、やっぱりね。これでやっぱり皆さんにお別れしたいと思っております。はい、それでは See you later Alligator。 はい、 See you later Alligator。 はい、それでは皆様また明日お目にかかります。どうもありがとうございました。